ヨハネによる福音書第13章。過ぎ越しの祭りの前に、イエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてシモン・ペテロの番になった。すると彼はイエスに、主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですか？と言った。イエスは彼に言われた。私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになるだろう。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。シモン・ペテロはイエスに言った。主よ、では足だけではなく、どうぞ手も頭も。イエスは彼に言われた。すでに体を洗った者は、足の他は洗う必要がない。全身がきれいなのだから。あなた方はきれいなのだ。しかしみんながそうなのではない。イエスは自分を裏切る者を知っておられた。それでみんながきれいになるのではないと言われたのである。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻り、彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるのか？あなた方は私を教師また師と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし師であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は手本を示したのだ。よくよくあなた方に言っておく。しもべはその指示に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではない。もしこれらのことが分かっていて、それを行うなら、あなた方は幸いである。あなた方全部のものについてこう言っているのではない。私は自分が選んだ人たちを知っている。しかし私のパンを食べている者が私に向かってそのかかとを上げたとある聖書は成就されなければならない。そのことがまだ起こらない今のうちにあなた方に言っておく。いよいよことが起こった時、私がそれであることをあなた方が信じるためである。よくよくあなた方に言っておく。私が扱わすものを受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるのである。イエスはこれらのことを言われた後、その心が騒ぎ、おごそかに言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて、互いに顔を見合わせた。弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が、身胸に近く席についていた。そこでシモン・ペテロは彼に合図をして言った。誰のことをおっしゃったのか知らせてくれ。その弟子はそのままイエスの胸に寄りかかって、主よ、誰のことですかと尋ねると、イエスは答えられた。私が一切れの食物を主体して与えるものがそれである。そして一切れの食物を主体して取り上げ、シモンの子イスカリオトのユダにお与えになった。この一切れの食物を受けるや否や、サタンがユダに入った。そこでイエスは彼に言われた。しようとしていることを今すぐやる、するがよい。席を共にしていた者のうち、なぜイエスに、ユダにこう言われたのか、分かっていた者は一人もなかった。ある人々は、ユダが金入りを預かっていたので、イエスが彼に祭りのために必要なものを買えと言われたか、あるいは貧しい者に何か施しさせようとされたのだと思っていた。ユダは一切れの食物を受けると、
すぐに出て行った。時は夜であった。さて彼が出て行くと、イエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神もまた彼によって栄光を大きになった。彼によって栄光を大きになったのなら、神ご自身も彼に栄光をお授けになるであろう。すぐにもお授けになるであろう。子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。あなた方は私を探すだろうが、すでにユダヤ人たちが言った通り、今あなた方にも言う。あなた方は私の行くところに来ることはできない。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろう。シモン・ペテロがイエスに言った。主をどこへおいでになるのですか？イエスは答えられた。あなたは私のいところに今はついてくることはできない。しかし後になってからついてくることになろう。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今あなたについていくことができないのですか？あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか、よくよくあなたに言っておく。鶏が鳴く前に、あなたは私を三度知らないと言うであろう。